卵焼きできた？卵焼きじゃないのね。ハルトの作る料理に文句をつける気はないわ。でもそれは聞き捨てならない。卵焼きとスクランブルエッグは似ている、それは認めるわ。だけど全く別の食べ物なの。現に今ハルトはスクランブルエッグは作れるけど卵焼きは作れない。その違いは微々たるものではないの。卵焼きはそれを作るためだけのフライパン、その存在を許している特別な料理なの。また焦げたのを食べるのは嫌ですからね。一緒に行きましょう。いただきますを言ってないわ。ダメよ、当たり前でしょ。待って、ハルト一人じゃ意味がないわ。みんな揃って言わなきゃダメなの。どうしても言う通りにしてあげればいいじゃないですか。別にご飯がまずくなるわけでもないですし。何です？言い出したら聞かない頑固な人を相手にするの初めてじゃありませんから。さあ食べましょう。いただきます。いただきます。昨日はできなかったからできてよかった。アトリン、腕どうかしたの？もしかして昨日怪我した？怪我ではないんですが、ちょっと慣れない運動をしたもので筋肉痛でしょうか。ハルト大丈夫？汚いですね。食事中に言うセリフとは思えません。どうしてアトリンのせいなの？はい、ふんってして。いいから、はい。本当だわ、よかった。どうして？汚くなんてないわ。ご飯粒よ。それに知らない人のじゃないし、全然汚くなんてないわ。ああ、鼻水垂れてるわ。拭いてあげる。新婚夫婦か。いえ、すみません。
あまりにもそう見えたので。ふと思ったんですけど。爪ってあるじゃないですか。人間の指先についているあれです。指についている爪を見ても何とも思わないですよね。綺麗なパーツの一つに見えます。ですが切られた爪の残骸を見ると、得体の知れない不快感を抱くじゃないですか。つまりはそういうことなんじゃないかと、お二人を見ていて思いました。いえ、忘れてください。ただの推察に過ぎませんから。大型店だとしても需要のない商品を置くスペースがあるとは思えませんけど、どこ突っ立ってんの？死ぬほど邪魔だから逆に自殺して困らせてやろうか。あれ、なんだ春地か。何してんの？あ、増えてる。ああ、順調だったんだ、やっぱり。ハーレム化計画。いいけどさ。あの部屋でどんな卑猥な行為が行われてようと、貸してる以上好きに使って、隠し撮りなんてしないかな。平日の昼間だってのにのんきにデート？いいねいいね、若者の特権だ。ハルト、この人誰？ハルトの知り合い？知らない。だけど嘘つきだわ。違う。私嘘なんてつかない。嘘だけはつくなって、死んだお母さんの遺書に書いてあったから。私にはそう見えるわ。顔も嘘で塗り固められてる。あれは自分を偽る愚かな行為だわ。どうぞどうぞ、正直者さんは自分の道を貫いてください。私は偽らないわ。これからだってそう。出ないと夢の国にはたどり着けないから。ああ、薬でやってんのかよ。スリーサイズ？上から92、62、89のわがままボディープレスで足させてあげようか？嘘でーす。口を開けば嘘を言うマシンだよ。でもそこの二人よりは魅力的な体してまーす。アサヒさん、あれは私たちに死ねって言ってるんですよ。ハルト最低よ。ハレンチだわ。純粋な少年には刺激が強すぎちゃうかも。また見たくなったらこっそり言って。ビデオ？ビデオっていつの時代の話よ。間違って AV に上書きして後悔するあれでしょ？もっと便利なのがあるじゃん。レトロ趣味？
ふーん。ま、余計な詮索はしないけど。あ、もしかしたら私持ってるかも。うん、ずっと前に使ってたやつ。捨てるのも面倒で、他のゴミと一緒に倉庫の中にぶち込んだ記憶がなくもない。貸すっていうかあげるけどさ。けど本当にあったかな。動くか保証もないし。ハルッチがそこまで言うなら倉庫あさってあげるよ。ついでに使えそうなものあるかもわかんないし。今って何時？なら3時間後。4時にあんたらのとこ行くわ。もしも4時になっても来なかったら、騙されたと思って悔しがるといい。真面目だね。やっぱり年下の純情少年はタイプじゃないな。大丈夫よ、きっと見つかるわ。正しい行いを忘れない者の願いはちゃんと叶うの。だからハルトの願いもきっと叶うわ。よかったですね。アサシさんが言うのならきっとそうなんでしょう。羨ましい限りです。アトリ、あなたの願いだってきっと実現するわ。なぜ私まで？だってアトリンも私たちの仲間だもの。一人だけ仲間外れになんかされないわ。あれ、もしかして私そっち側に勧誘されてます？頭が痛くなってきました。ねえ、アトリンの叶えたい願いは何？叶えたい願いですか？そう、私は夢の国に行く。ハルトは悪者をやっつける。アトリンは？ハルトと同じ？私は。世界平和でしょうか。壮大な夢ね。素晴らしいわ。やっぱりアトリンも私たちの仲間にふさわしいわ。気高い心を備えた特別な人。試しに気高い心についての説明を求めたらどうなりますか。その方が身のためですね。ねえ、この後はどうするの？だったらあそこに行きましょう。あそこ？私たち三人の運命が初めて交わった場所よ。懐かしいわ。私もここに来るのはあの日以来だから。どうしたの、ハルト？ハルトがどうしても嫌だって言うなら。別にいいんじゃないんですか。人が多いというのは逆に見つかりにくいとも考えられますし。
まあハルトさんが両親の呵責に耐えられるなら、アサシさんの訴えを一生すればいいだけの話です。なら早く行きましょう。こっちよ。饅頭食べたいの？ハルトは私が近くにいると嫌なの？しょうがないな、ハルタくんは。いえ、気にしないでください。彼の境遇が理解できたので、つい嫌なら振り払えば済むと思いますが、でもハルトさんには酷な話ですね。きっと結婚しても奥さんに頭が上がらないタイプです。優柔不断は優しいと柔らかいが入っています。つまり優しい人特有の性格なんですよ。そう考えれば、あながち悪くはないと思いませんか。世の中では優しさなんて希少ですから。いいじゃないですか。どっからどう見ても恋人同士にしか見えませんよ。監視の目を逃れるには、その方が都合いいと思いますし。アトリ！はい。アトリンはこっち。早く来て。もしかして空いているその手は私の席ですか。仲間だもの。三人一緒でなきゃダメよ。すみません、ハルトさん、なんとかしてください。そういうの優柔不断って言うんですよ。目的地はすぐそこだから。休日に子供の相手をする親の気持ちがなんとなくわかりました。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。日記は直してくれたわ。あの時みたいにハルトの力でどうにかできないかしら。そう、無理言ってごめんなさい。あの写真が撮れればいいんですか。さっき歩いている途中で写真撮影がどうとかって看板と人だかりが見えました。詳しいことはわかりませんが、写真が撮りたいならそこに行ってみればいいと思いますよ。
そうね、行ってみましょう。方法は一つじゃないから。クリスマス限定の撮影イベントでーす。今なら待ち時間なしでご参加いただけますよ。聞いてませんよ、そんなの。誰ですか、こんなところに連れてきたのは。こんなのだとは知りませんでした。今すぐこの場を離れましょう。能天気ですね。私たちは追われている立場なんですよ。わざわざ目立ってどうするんですか。何より人前でコスプレして写真撮られるって、どうしてそんな罰ゲームを受けないといけないんです。あ、そこの仲良しさん、どうですか、写真撮りませんか。少なくとも私は遠慮させてもらいます。どうしてもというならお二人だけでどうぞ。アトリンも一緒に。3人一緒じゃなきゃ意味がないわ。だからお願い。お願いと言われましても。いや。あなたに期待した私が間違いでした。わかりましたよ。もう好きにしてください。どうなっても知りませんからね。この罪悪感に打ち勝てるというのなら、ぜひともハルトさんが断ってください。自分を偽ってまで他人に従う必要はないわ。本当に受け入れたくないものなら、ちゃんと拒絶するべきだもの。その気遣いがあるのでしたら、もう少し早く見せていただきたかったです。本当に我慢ならないものというのは、それほど多くはありません。大抵はちょっと嫌だなと思うくらいのものです。喉の奥に引っかかった小骨のような罪悪感と比べたら、後に引かない分いくらかマシです。つまり何が言いたいかというと、グズグズしていると私の気が変わってしまうかもしれませんってことです。ありがとう、アトリン。はーい、撮りますよ。笑ってください。どうもこうもご覧のありさまとしか。それ以上に何か言葉が必要ですか。私のやつ、なんだかお二人と違いませんか。私だけ安っぽくていかがわしいお店のコスプレみたいになってませんか。別に、ハルトさんのことですから、大して深い意味もないのでしょうし。走れソリよ、風のように。いい笑顔でーす。もう何枚か撮りましょうね。
いいえ。教えてもいいですけど、その正体が知られてしまったら、私も叱るべき対処をしなくてはいけなくなりますが。二人とも、何を話しているの？何でもありませんよ。特にあなた方二人は知らない方がいいでしょう。そう？ならいいけど。ねえ、それより飛べそうな気がしない？飛べるとは？ソリに乗って空を飛んで世界中の子供たちにプレゼントを届けに行くの、素敵だと思わない？残念ながら私たちにプレゼントを配れるほどの持ち合わせはありません。空が飛べたらきっと魔法の白い袋も手に入るわ。それがあればみんなに幸せを運んであげられるの。子供たちが望むものが何でも一つ出てくる魔法の袋。もしも私がサンタクロースになったら、真っ先にハルトのところに行ってあげるわ。ねえ、ハルトは何が欲しい？なら旅の途中もお腹空かないわ。ありがとう、ハルト。アトリン、どうかした？いえ、ただ前も後ろもというのは結構きついなと。一人でも手に余るのに、二人となるともうお手上げです。大丈夫よ、ハルトの次はアトリンのところに行ってあげるから。どこからそのセリフにつながるのか全く理解できませんが、あなたがそう言うならきっと大丈夫なんでしょう。ええ、大丈夫です。走れソリよ、風のように。二人ともお腹空かない？そうですね、そろそろ頃合いです。何か食べましょう。美味しそうなものいっぱいあるわ。ダメよ、ハルトもちゃんと選んで。そうね、それぞれ選び抜いたものを持ち寄りましょう。買ったらそこのテーブルに集合するの。それでいい？私は構いませんが。ですよ、忘れちゃったんですか？ひどいな。お久しぶりですね。元気してました？お一人ですか？だったらルーとデートしませんか？どうしてそんなことを聞くんですか？もしかしてルーのこと気にしてくれてます？いいですよ、お兄さんになら特別に教えてあげます。でも、た
ただじゃ教えてあげられないですね。それなりの対価をもらわないと。それは…お兄さんの唇ゲットしちゃいました。キスとは愛情を表現する手段の一つですよ。そんなことも知らないんですか？もしかして嫌でしたか？ルーにキスされて気持ち悪かったですか？ならよかったです。あ、そういえばルーに何か聞きたいことがあるんじゃなかったんですか？いえ、ないならいいんです。今はまだ知らなくていいですから。それにルーにも仕事があるのでゆっくりはしてられないのです。気にしないでください。久々に会えてルーも嬉しかったですから。それよりお兄さんの方もゆっくりしてていいんですか？お友達と一緒なんですよね。それじゃ、また会う日まで。今度会ったらデートしましょうね。いえいえ、きっとまた会えますよ。ルーが言うんだから間違いないんです。気にしてませんよ。ハルトさんが一番遅いだろうなとは思ってましたから。ハルト、座って座って。さてと、これで3人分出揃ったわけですが、そうですけど、嫌いですか？では居酒屋以外で売られている焼き鳥は違法だとでも言うんですか？ハルトさんこそ、クレープって女の子が買うものじゃないんですか？二人とも気にする必要なんてないわ。私は両方とも美味しそうだと思うもの。はい、アトリンも。あーん。あ、うん。どう？美味しいでしょ？すごく甘いです。現状を嘆いても仕方ありませんよ。残念ながら認めるしかないんです。これが私たちなんですよ。はい、ハルトもあーして。どう？美味しい？よかったわ。まだたくさんあるからいっぱい食べてね。私、飲み物買ってくるわ。平気よ。ハル
トとアトリンはここで待ってて。大丈夫でしょうか。いえ、そうではなくて、アサシさんのチョイスにいささか不安を覚えるのですけど。ならいいんですけど。それはあれですか？私がコミュニケーション障害を患っているとでも言いたいんですか？まあ自覚がないわけでもありませんけど。普通の人だったら、ある程度こっちがそっけない態度を取ったら近づいてこなくなります。ですが、あそこまで強烈な人はいませんでしたから。最初は戸惑いも覚えました。何度追い返しても門をこじ開けようと挑んでくる相手には、守りを固めても無駄ですから。それに、朝日さんのことが嫌いなわけでもありません。こういうのも悪くはない気がします。ただ少し、私が慣れていないだけなんです。そのままの意味ですよ。同世代の人と楽しく会話をしながら食事なんてしたことありませんでしたし。自分にないものを持っている人ですから、尊敬すると同時に気遅れしているのかもしれません。意外ですか？こう見えても私、ハルトさんたちより年下なんですよ。顔に出さないだけですよ。心の中では、あまりの眩しさに圧倒されているのかも。そこは想像にお任せします。か弱い後輩であることを少しでも思い出していただければ幸いです。ひどい言い草ですね。でも昔は本当に弱かったんですよ。体が、ですけど。ええ。それこそ当時は、助かる道がないと医者がサジを投げるほどの難病でした。どうしてハルトさんが胸を撫で下ろすんですか？当事者でもあるまいし。そうですね。ハルトさん一人だったら、とっくに捕まって人体実験でもされてるでしょうね。当時魔法の存在が明らかになり、様々な技術に応用され始めていました。魔法による技術革新が起きて、人々の生活に新しい道が開けました。私もその中の一人です。応用された技術によって、ですけど。まあ、助けられた身としては同じようなものです。九死に一生を得た私は、ある力に目覚めました。漫画の主人公が死にかけたら強くなるあれです。魔法適性が格段に上がったんです。それどころか、基本的には一人につき一属性の魔法しか使えないはずなのに、複数の適性が生まれたんです。
私がマギのテスターとして実験に参加するようになったのは、それからです。多様化した魔法適性の持ち主としてデータを取るとともに、アトリのマギ開発に従事させられました。させられた、とは、いささか乱暴な言い方でしたか。一応私も同意していましたから。そのうち、マギのテスト、その枠を飛び越えて、コレクターなんて呼ばれるようになりました。そのあたりは、ハルトさんもご存知の通りです。そうそう。お気づきかもしれませんけど、私たちが使っているマギは一般のものとは根本的に違います。すみません。私の落ち度です。ちゃんと説明しておくべきでしたね。マギとは、マジクトロニクスという技術が組み込まれた製品全般を指します。つまり、炊飯器もライフルも、すべてその技術が使われていたらマギと言えるのですが、ここでは殺傷能力のある武器に限定して説明します。本来、マギとは魔法適性の有無に関係なく、誰でも一定の効果を得られるようにしたものです。大気中に存在する、エレメントを体内に循環させて放出するという工程を踏むのが魔法ですが、通常のマギはその製品の内部で全てを完結させています。バーストの装備などがこれに当たります。あれは引き金を引けば誰でも魔法の力が使えます。おや、てっきりハルトさんだったらそのあたりの勉強をサボっていると思っていましたけど。そうですか。なら話は早いです。私たちが使っているマギは、エレメントを一度体内に取り込むことによって、その効果を倍増させているんです。はい。なので適性が合っていてなおかつ、一定の水準を満たしていないとは使えないんです。アトリでは、これをハイエンドデバイスと呼んでいました。無理もありません。ハイエンドデバイスシリーズの開発は極秘扱いでしたから。存在が秘匿されたのは当然でしょう。通常マギと違って、兵器としての使い道しかありませんから。さあ、明確な用途までは私も知りません。現にハイエンドデバイスシリーズのほとんどは、試験が終わったら保管室に置かれたままです。性能が飛躍的に上がった分、誰にでも扱えるものではなくなりましたから。でなければ、私が持ってこれたりしません。一度使えばすぐに普通のと違うって気づきそうなものですけど、ハンドフリーによる出し入れも、まだ実用化されていない技術ですし。政府とアトリが裏で繋がっているのも、このあたりが無関係ではないのでしょう。そこまで大層な使命感がありませんけど。まあ、そんなところです。客観的に見て、間違いを犯しそうになっている人がいるなら、止めようと思うのは自然な流れです。ましてやそれが身内なら。
私が隠し事を暴こうとしているのは向こうも公認していますから、後でやっぱりやめてと言われても知ったことではありません。心配しているんですか？私が明野さんに言いくるめられてしまわないかと。特別の意味がわかりませんが、他の人に比べて接する機会が多かったのは事実です。私がこんな風にひねくれてしまった原因の一端は、明野さんが担っているのも間違いありません。本当に心配性ですね。私、そんなに頼りなく見えてますか？威張られると逆に悲しくなるんですけど。そうですね。そこまでの頑固者だったら諦めるしかありませんね。その時はハルトさんが力になってくれるんでしょう。なら心配いりません。ハルトさんのこと頼りにしていますから。それより朝日さん、遅くないですか？様子を見てきた方がいいんじゃありませんか？私はどこにも行きませんよ。安心してください。あ、ハルト。あそこはおしるこが売ってなかったもの。美味しいでしょ、おしるこ。頑張って探したのに。おしるこ好きってことを日記に書いておくわ。ダメよ、大事なことはその瞬間に形として残しておかなきゃ。その時感じた気持ちを言葉にしなきゃいけないの。危ないわ。新たな試練が現れたの。こんにちは。ここ座ってもいいですか？いや、ダメですけど。うわ、取り付く島もなくノータイムで断られた。当たり前じゃないですか。ここは知り合いの席です。そうでなくても見ず知らずの相手とテーブルを囲むほど社交的ではありません。残念。断られちゃいました。私に何か用ですか？
こんな奇抜な格好をした知り合いなんていなかったはずですけど。堂々と口に出す人は珍しいです。みんな心の中で思っていてもなかなか言えないものなんですよ。でもその様子だと、あの人から聞いてはないみたいですね。あの人？いえいえ、こっちの話ですから。あ、でも大丈夫です。すぐにわかりますから。一体何を？急に殴りかかるなんてひどいじゃないですか。相手の了承も得ず、こんな暴挙に出る方がよっぽどひどいと思いますけど。あれ、気持ちよくなかったですか？結構うまいって言われるんですけどね。常識外れなのは見た目だけじゃないようですね。そうですよ。なんたってルーは特別ですから。そろそろ時間だ。ごめんね。この続きはまた今度。このままタダで返すと思っているんですか？怖い怖い。でもやめといた方がいいですよ。もうすぐ彼が帰ってきますし。ほら、血相を変えてこっちに走ってきてますよ。待ってください。あなたは一体。心配しなくてもいいですよ。きっとまたすぐに会えますから。アトリいえ。何でもありません。それより遅かったですね。どこまで行ってたんですか？大変なの！アトリンが危なくて！そのせいでハルトもおかしくなっちゃうわ！事情が飲み込めないのですが、ハルトさんがおかしいのは元からですし。ここ、二人とも読んで！アトリンに危機が迫っているわ。そしてハルトにも。発言を期待されても困ります。どうコメントしていいかわかりません。アトリンの命が危ないの。何か心当たりはない？心当たりと言われましても。この文章から得られる情報を整理してみましょう。第一に、私が死んでしまう。これははっきり読み取れますね。そして死因については定かではありませんが、どうやら私はその死を望んでいたようですね。知りませんよ。ここに書かれている内容から推察しただけです。今の私には自殺願望なんてこれっぽっちもありませんよ。そして私が死ぬことによって、ハルトさんが黒い感情に飲み込まれる。アサシさんは自らの使命を思い出す。これらが何を指しているのかさっぱりですけど、
だいたいこんなところでしょうか。私の言葉と朝日さんの日記、どちらを信じるんですか？アトリンは私の話信じてないの？正直判断がつきません。数字で表すと五分五分です。五もあるんですから大したものです。誰かが日記を拝借して書き込んだという可能性は？絶対にないわ。ずっと肌身離さずそばに置いてるもの。それに間違いなく私の字よ。だとするなら、これはなかなかの難事件ですね。論破するには二つの謎を解かなければいけないのですけど。それぞれ一つずつなら、まだ仮説の立てようがあるんですが。一つは、日記を書いたのが誰かという点。もう一つは、日記の内容が未来の出来事を示唆しているという点です。前者は、朝日さんが無遊病だとか、多重人格者だとか、可能性として挙げられるものがないわけじゃありません。トリックのオチとしては低レベルで、顰蹙を買うこと間違いありませんけど。後者については前にも話した通り、予言に見せかけた予告であれば、辻褄が合います。まあ、そんな回りくどいことを一体誰がやっているのかという点は謎のままですが。私は病気じゃないし、日記も真実だわ！気を悪くされたのなら謝ります。私だって、今言った話が真実だとは思ってません。だから半分なんです。本来未来の予知なんて話、口頭無形すぎて聞くに耐えないものですよ。それを半分も信じさせているんですから、大したものじゃありませんか。アトリンのわからずや。すみません。昔からこういう性格なので。あ、でも今度の予知が現実になれば、さすがの私も信じると思いますよ。他ならぬ自分自身で試せるんですから。試練は必ず訪れるわ。だけど悲観しなくてもいい。きっと私が助ける。それが私の試練だから。なら安心ですね。期待しています。そういえば、そろそろ時間じゃありませんか。人に雑用させといて自分らは二股デート。残念ながら地獄行き決定だね。ほーら真面目、挨拶みたいなもんなんだからさ、肩の力抜いてよ。無駄な挨拶が済んだなら頼んでおいたものを見せてください。あ？苦労して倉庫の奥から引っ張り出しました。あー重かったです。体を動かすのはベッドの上だけで十分です。ベッドの上で運動するの？大運動会。
紅白に分かれて頑張れ頑張れ、夢の国に近づけるかもよ。あなたと違って彼女は清純なので、余計な入れ知恵はやめてください。表出ようか、久しぶりに切れちまったよ。いいけど、ハルッチ配線できるの？昔使ってた私ですら自信ないんだけど。そんなことだろうと思った。ほら、教えてあげるから箱から出しなよ。言っとくけど、教えるだけだから自分でやってね。私はもうクタクタなんだから。経年劣化が進んでいるようですね。ビデオデッキも、あなたも。だからさ、いいよ、相手してやる。いい加減イライラしていたところだ。あ、今度こそいけんじゃない？来たでしょ、これ。それじゃあビデオ入れよう。ちなみにこれ何のビデオなの？なるほど、無修正ね。把握。私だってエロいものには興味津々、至って真剣よ。何か文句でも？じゃあ、ハルッチ、入るね。童貞、もらっちゃうね。この映像が何なのか教えてあげましょうか。この手術を受けている女の子は私です。ハルト、お湯沸いたわ。何にする？わかった。アトリンは？同じものにするわ。すぐ用意できるから。はい。暑いから気をつけて。間違いありません。あれは8年前、入院していた頃の私です。自分の顔を間違えるわけがありません。それに周りにいた医者、マスクをしてましたけど、全員見覚えのある顔でした。
まったく。アトリンは病気だったの？ええ、今から8年くらい前、私は心臓の病気で入院していました。当時の医療技術では治すのが難しく、できることといえば延命措置くらい。根本的な改善は臓器移植でしか望めないと言われていました。移植に関する法律が変わった後でしたから、当時の年齢でも移植手術を受けることは可能でした。だからといって都合よくドナーが現れたりはしませんでしたけど。でもアトリンはこうして生きているわ。それってドナーが現れたってことでしょ？いいえ、結局ドナーは見つかりませんでした。余命いくばくもない私に医者が言ったのは、ドナーを待っている時間が残っていないこと。そして当時はまだ未認可だった手術の提案でした。ええ、子供でしたので詳しい内容については理解できませんでしたが、死を待つだけしかなかった私と家族は一路の望みをかけて手術に同意しました。結果、手術は成功し、数週間後には無事退院することができました。このビデオテープはその手術の様子を映した映像でしょう。かもしれませんね。話としてはありえなくはないと思います。ハルトさんの考えが正しいとしたら、火事で燃えた現場で偶然このビデオテープだけ無事だった。そして偶然ハルトさんが手に入れ、これまた偶然私がこの映像を見たということになりますね。私もそう思います。偶然では済まされない何か、私たちの知らない何かが裏にあると考えるのが自然でしょう。私にはこれが何者かによるメッセージに思えてなりません。それについてずっと考えていたんですけど、見当もつきませんでした。なので聞きに行こうと思います。当時の担当医です。確か彼は今もアガルタの総合病院に勤務しているはずですから。何か気になることでもあるんですか？それらの処置が行える施設が裏側と無関係である可能性は低いですね。だったらすぐに行きましょう。それはハルトたちにとってすごく重要なんでしょ？待ってください。今から行ってどうするんですか？捕まえて尋問でもするつもりですか？相手が素直に喋るとは思えませんし。教えてくれないなら、教えてくれるまで聞けばいいわ。これは目から鱗でした。行動しないと何も得られない。それは全てにおいて言えることよ。わかりました。アサシさんに従います。あなたに尋問されたら、大抵の人間は白状してしまいそうですしね。
いるそうです。ロビーに来てもらうようお願いしてみましたけど。アトリさんだね。お久しぶりです。その節はお世話になりました。私は悪くない。上の指示に従っただけなんだ。信じてくれ。私だってやりたくなかった。しかしやるしかなかったんだ。落ち着いてください。一体何の話をしているんですか？何も知らないのか。ならどうしてここへ？何か知るべき事情があるのではと、あなたに話を聞きに来たんです。私の口から言えることは何もない。君が来たら渡せと指示されていたものだ。私に？誰からですか？私は悪くないんだ。上の指示に従っただけだ。もういいだろ。さっさと帰ってくれ。これ以上私に関わるな。そうですね。でもあの様子だと、こちらが聞きたい情報を素直に教えてくれるとは思いません。今後の対応はこれ次第でしょうか。見て、ここに印がつけられているわ。わかりません。ですが私たちの取る選択肢は一つでは。ハルトさんにしては冷静な判断です。ではなかったことにしますか？結局行くのには変わりないんですね。ハルトさんらしいといえばそれまでですが、とはいえ私も同じ意見ですから、人のことは言えませんけど。私も行くわ。大丈夫。三人いれば何が起きてもきっと切り抜けられるわ。全く根拠の欠片もありませんけど、朝日さんが言うと、その気にさせられそうで恐ろしいです。わざわざ地図をよこしてここまで呼びつけたんです。何もないとは思えませんが。そりゃそうだ。用がなけりゃ、こんなクソ寒い場所にわざわざ呼びつけたりしねえよ。それとも、海を見ながら愛でも語るか？あん？明野さん。お仲間も一緒か。まあいいさ。念願のお友達ができたのは祝福してやるべきだよな。違うと言ったら、お前はそれを信じるのか？なきゃねえよな。だったら、答えるまでもないだろ。
お前とそのちっこい嬢ちゃんは勝手についてきたんだろ。ま、お前らが来るのも想定内だったけどな。ここに何があるというのですか。見りゃわかんだろ。船とコンテナ、それと海、他に何かあるか。話をするにはもってこいの場所だろう。金の勘定と内緒話は人のいないところでやるに限る。警戒すんなよ。今日はこっちも一人だ。待ち伏せして捕まえようなんて思っちゃいねえから安心しろ。ならあなたの目的は何？成し遂げたい目的があるんでしょ？どうしてそんなことがわかる？あなたの目、確固たる信念を感じるわ。でもすごく悲しい色をしている。それは黒い気持ちにとらわれた者の目よ。生きてりゃ誰だって嫌な目にも合う。自分だけが、なんて悲劇の主人公ぶってる奴に限って、大した悩みですらね。そんなのはガキにやらせときゃいいんだ。なあ。そこのつまんなそうな顔してる女に話があってな。わざわざご足労を願ったってわけだ。何ですか？まさか今更戻ってこいなんて言いませんよね。あ？まさかお前、今でも私がお前を気にかけてるとでも思ってんのか？情報を調べているのだって私が許したから。事情があって敵対関係にはいるが、根本的には繋がったままだ。もしそう思ってんだったら、救えねえな。ずれてやがる、決定的に。利用できなくなったやつなんざ、もういらねえよ。間違ってるか？自分にとって都合のいい人間、環境を手に入れる。都合の悪いものは目をそらし、遠ざける。何がおかしい？誰だってそうやって生きてる。それはあれか？愛だとか友情だとか、言葉の心地よさしか取り柄のないものについて言ってるのか？笑わせんなよ。それだって突き詰めりゃ自分の利益になるから存在してんだよ。お前が言ってんのはまだ世の中の仕組みを知らないガキのたわごとだ。あなたの言ってること間違ってはいないわ。でも正解じゃない。あらゆるしがらみにとらわれない気高き心は存在するわ。お前はいちいち私の邪魔をしてくれるな。この前は危うく殺されるところだった。なるほど、こいつらとは違うってわけか。やっぱりお前が一番面倒だな。まあいい、本題に入るか。ガキの押し問答に付き合ってる時間はねえからな。お前らが知りたかった真実を教えてやる。明野さんが素直に教えてくれるとは驚きです。叱ってばかりじゃダメなんだよ。生意気なガキに現実を教えてやるのも大人の役目だ。
人のガキにまつわる話をしてやる。ずいぶん昔の話だ。何もかも風化してしまいそうなくらい、それだけの時間が経った。救いなんてない。胸くそ悪い話だ。今度退院したらどこ連れてってくれるの？どこでもいいけど遠くはダメよ。また体壊したら病院に逆戻りなんだからね。でもそしたらまた退院した時にお出かけできるよね。バカ、今度入院したら病院から出さないんだから、一生お出かけもなしだからね。そっか、それは大変だね。それじゃあ次は動物園に行きたいな。人の話聞いてる？自分の体なんだからもっと危機感持ちなさいよ。ごめんね。それでね、動物園に行きたいのはテレビで見たゾウさんがすっごく大きくてね。人の話を聞け。どうして？え？こんなものいつの間に？この度はお悔やみを申し上げます。お辛いでしょうが、個人の意思を尊重するため、ぜひともお姉様にもご協力いただけないでしょうか。ちょっと待ってください。そんなことを言われても困ります。妹はまだ生きているんじゃないんですか？残念ですが、全ての検査項目によって彼女の脳死は覆らない状態です。だからって妹の体を切り刻むなんて。まだ手だって温かいのに。お気持ちはよくわかります。本当にお辛いのは臓器を提供する本人ではなく、そのご家族ですから。私もこういう仕事をしていますので、臓器提供カードを所持しています。自分の死体が誰かの命を救うのに役立つのなら、使ってもらって構わないと思っています。ですが万が一、自分の娘が亡くなった時に、その亡骸から臓器を摘出する同意書にサインする自信はありません。ですから、あなたのお気持ちは、誰しもが直面するものなのです。それでも、亡くなられた個人の最後の意思を尊重してあげられるのは、あなただけなのです。それが彼女のためだと、私は思います。妹のため。
本当に大丈夫なんですよね。ちゃんと根回ししてくれてるんですよね。落ち着いてください。大丈夫ですよ。パーフェクトです。臓器を得るために意図的に患者を脳死状態にしたなんてバレたら、この嘘が露見したら私の立場は終わりだ。嘘なんて一つもありませんよ。あるのは私たちが作った真実だけです。ああ、私に娘がいるってのは嘘でしたね。まあそれもあなたが黙っていれば嘘にはなりませんよ。これは政府の機関が行っている研究ですから、多少の無理は通せます。何も恐れることはありませんよ。しかし何もここまでしなくても。両親が痛みますか？でも結果的に見たら助かった人間の方が多いじゃありませんか。アトリの娘だって我々の実験がなければ死んでいたでしょうし、他の臓器も有効的に使われるはずです。しかし考えても見てください。我々が行動しなければ、魔法の才能を持った未来有望な若者が一人命を落としたんですよ。心臓の移植手術さえ受ければ健康になる人間と、年中入退院を繰り返し才能はあってもまともに魔法が使えない人間、どちらを生かした方がより有益か、どちらがより未来に役立つか、答えは簡単じゃありませんか。魔法適性の異常実験が成功したら、これはマジクトロニクスの分野において革新的な進歩です。そのついでにアトリにも恩が売れる。これ以上に費用対効果があるやり方ないでしょう。もちろんあなたもゆくゆくはここの院長になれるんですから、誰も損をした人間なんていない。医者と政治家の言葉は真っ先に疑え。そして姉はしばらくしてアトリに入った。もちろん表向きは何事もなかったふりをしてな。マギに携わっていれば医者と男の先にある根幹についての情報をつかめると思ったんだな。もちろん下っ端のままじゃ話にならない。信用を得るために何でもやった。数えきれないほどの弱者を食い物にしてきた。だが、罪悪感は一切感じなかった。無知は罪だと言うが、その意味がようやく理解できた。知らなかったから仕方がない。そんなもんは通用しねえ。世の中の仕組みを正しく理解していない時点で、そいつはもう食われて当然なんだ。正しい認識こそ、この世を生き抜くために必要な強さなのさ。あん？想像力が足りてねえな。もっと本を読め。バカを直す努力をしろ。
少女の名前はミクリア・ヒナ。これだけ言えばどんなバカでも大体想像がつくだろう。お前もよく知ってるだろう。そいつで間違いねえよ。そうさ、お前のそばにいたあれは人間じゃない。人に似せて作られたただの機械だ。私は考えたんだよ。どうすれば自分が納得できるのか。これが案外難しいんだ。実験に携わっていた一人を見つけて尋問ついでに殺してみたんだがな。それこそじっくり痛めつけて相手が早く殺してくれと泣き叫ぶまでな。でも何かが違った。人間の体って意外と丈夫なんだな。感想としてはそれくらいだ。何も満たされなかった。結局奪われたものを取り返さなきゃ納得できないんだよ。だが死んだ人間はどうやっても生き返らない。どれだけ科学が進歩してもそれだけは人間の手には届かない領域だ。だったらどうするか。限りなくそれに近いものを手に入れる。それしかないだろう。お前んとこにいたあれは失敗作だった。私にとっても天使を作ろうとしてた奴らにとっても。1年前、お前が目を覚ました時にいた奴らさ。あいつらは本気で天使を作ろうとしていた。そこに1枚噛んだ結果、できたのがあの作り物というわけだ。結局使い物にならなくてな。都合がいいように再利用させてもらったわけだ。もちろん目的のためさ。敵対するより取り入った方が効果的なんだよ。見返りはちゃんともらったさ。政府が極秘裏に行っていたクローン技術をな。おつむの弱いバカでもさすがに察しがついたか。お前の予想は当たりだ。今度は機械としてじゃなく人間として蘇らせる。それが奪われたものを取り戻す唯一の方法だ。そうさ、本物じゃない。だが言っただろう。本物が無理なら代用品で我慢するしかねえんだ。しかしそれは限りなく本物に近づけさせる必要がある。何が言いたいかもうわかるだろ。ミクリア・ヒナの臓器はそれぞれが移植を待つ患者のもとに届けられた。当時の資料は処分されていて、その行き先は今となっちゃ誰にもわからない。だけどよ、
俺の居場所だけははっきりしてんだよ。返せよ、お前の心臓。クローンとしてならほとんど完成してるんだ。だが今のままじゃただのクローンに過ぎない。心臓を取り戻してこそ私の理想はようやく形になる。あ？死ぬだろうな、間違いなく。間違ってる。お前の正義が許さないってか？立派だね。じゃあ聞くが、悪の定義ってなんだ？法を犯せば悪か？ならバレなければそれは悪じゃないのか？所詮立つ場所次第でどうとでもなる曖昧なもんだよ。だからこそそこら中で使われてる。使い勝手のいい正義が蔓延している。ま、どっから見ても私が正義のヒーローってことにはならないだろうけどな。そんなもん冗談じゃねえよ。こいつの場合生きてるのがおまけみたいなもんだろ。移植手術を受けなければそう遠くないうちに死んでたんだ。こいつは魔法のおかげで命が助かったって信じてたみたいだけどな。さてと、もう十分教えてやっただろ。喋りすぎて喉が渇いたな。帰るんだよ。こんな寒いところにいつまでもいられるか。今すぐにとは言わねえよ。いろいろと整理するものもあるだろうしな。何事もアポを取ってから。それが大人ってもんだ。お前が思ってるほど魔法なんてもんは便利でもないし清廉潔白でもね。それだけは確かだよ。すみません、先に休ませてもらいます。今日は私もこっちで寝るわ。今は一人にしてあげた方がいいと思うから。言いたいことはあるわ。大事な決断はできるだけ自分の中で答えを出した方がいいの。他人の意見に流されたら絶対に後で後悔するから。その時になって初めて助けてあげればいいの。間違った道に進む前ならちゃんと待ってあげた方がいいわ。自分がどこに向かうべきか悩んで選んだ道が正解とは限らない。たとえ間違いだったとしても自分で出した答えなら自分で責任を持つしかないでしょ。後悔のない決断は
最後まで諦めない強さに変わるの。それで道が開ける時もあるわ。大丈夫よ。心配しないで。私たちは仲間だもの。一人で暗闇の中に取り残されても、誰かが手を引いてあげればいいの。もしもハルトが道に迷ったら、私が助けてあげるから。ハルトさん、どうしてこんなところにいるんですか？もしかして心配になって探していてくれたんですか？だとしたらここは喜ぶべきでしょうか？私をちゃんと年下の女の子として扱ってくれているということでしょう。少し歩きませんか？少し前に、朝日さんが言った言葉、覚えていますか？私の叶えたい願いは何かって聞かれたの。あの時、すごく困ったんです。願いは何かなんて聞いてくる人、今までいませんでしたから。でもあの時、明確に気づかされたんです。この人は、私にないものを持っているって。朝日さんも、そしてハルトさんにも会って、私にはないもの。例えば、そうですね。誰か一人の命と引き換えにすれば、世界が救われるとしたら、ハルトさんならどうするでしょうね。答えは聞かなくてもわかります。きっとハルトさんもアサシさんも、そうするべきだと心が訴えたなら、真っ先に手を挙げる。だけど私は違うんです。
きっと二人のようにはなりません。誰も手を挙げなくて、最後に私の番が来たら、仕方なく手を挙げる。仕方なくです。どうしましょうね。どうするのが正しいと思います？教えてくれませんか？私が大事ですか？もしかして私のこと好きになっちゃいました？ハルトさんの好きは私のとは少し違うんですけどね。おっと、口が滑ってしまいました。どうかお気になさらないでください。私は鳥だったんです。あの鳥みたいに高いところから地上を眺めている。外敵もいない、優雅に空を飛んでいられるならそれでいいと思っていました。だけど地面の上に立って一生懸命に走っている姿を見ていると、胸がもやもやし始めたんです。きっと憧れだったんでしょうね。困難だらけの地上でもがく姿に、私は惹かれていたんです。だけど飛ぶのをやめるのが怖くて、地上に降り立つのが怖くて、結局空の上から見た光景が私のすべてなんです。すみません。わけがわかりませんよね。朝日さんみたいなキャラは一人で十分です。でしたらきび団子をいただかないといけませんね。私、まだハルトさんからもらってません。別のものでも構いませんけど。例えば。冗談です。本当にすると思ったんですか？ハルトさんが幼すぎるのだと思いますけど、顔赤くなってます。そういうことにしておいてあげます。さて、そろそろ帰りましょうか。いつまでもこんなところにいたら風邪をひきますから。いないの？起きたらベッドが空で、アトリの服もなくなってるの。アトリがどこに行ったかわからない。
つかった？一度部屋に戻りましょう。ちゃんと考えなきゃ。アトリのビルにいるってこと？あの場所は、あの人にとって深い悲しみを背負った場所でしょ？そうね。わずかな可能性でもそれしかないなら行くべきだわ。待ちましょう。この人に食いかかっても無駄だわ。大丈夫よ。なんとかなるわ。だから自分を見失わないで。君たちは昨日の、一体私に何の用だ？何の話かね。そんな人間、私は知らない。嘘つき。私の目はごまかせないわ。あなたは知ってる。何を根拠に。どうしてお前たちがその話を。ハルト、どいて。木、そこに生えていたから。何をするんだ。あなたをきれいにしているの。植物は汚いものをきれいにしてくれるのよ。あなたが真実を話すまで何度でも叩くわ。頭がおかしいんじゃないか。ふざけた真似はやめろ。
わかった。話すから、その女を止めてくれ。かもしれないわね。一人よりも二人の方が道は開けるわ。そのための仲間だもの。私も一緒に行く。似た者同士ね、私たち。どうするの？別の侵入口を探してもいいけど、壁で守られてるし、そもそも中に入れてもリキちゃんがどこにいるかわからない。もしも二人がいるとしたら、入り口の警備員たちが見たはずだ。だから中に入るついでに確認した方がいい。朝日はここにいて、置いていったりしないから。わかった。ハルト、気をつけてね。なんだね、君は。ここは子供の来るところじゃないよ。すみません、ここに知り合いがいるって聞いたんですけど。知り合い？はい、僕と同じくらいの歳で、長い髪の女の子なんですけど。ああ、その子なら今日ここに来たよ。君、彼女と知り合いなんだ。ええ、実は彼女に呼ばれてきたんです。わかった。ちょっと待ってな。電話して聞いてみるから。大丈夫だよ。あの銃は見たことがある。バーストが持ってる殺傷能力のないマギだ。弾丸はゴム製だけど、当たったら感電して動けなくなるから気をつけて。これじゃ近づけない。リキちゃん！行きましょう。明野さんの言う通りでした。よくここが分かりましたね。院長から聞いて、詳しい話は後でするよ。さあ、一緒に帰ろう。リクちゃん？
せっかく来ていただいて申し訳ありませんが、帰るのはお二人だけでお願いします。あなたたちと一緒には行けません。私にはなさねばならない役目がありますから。役目って何を言ってるんだよ、リクちゃん。アトリンは決意したのよ。自分が進む道を決めたの。だけどその道を進んでもどこにもたどり着けない。それでは夢の国に行けないわ。どうぞお二人だけで行ってください。私は付き合うつもりがありませんので。危ない、アサヒ。アサヒ、大丈夫？平気よ。どれくらい本気か、これで伝わったと思います。命が惜しかったら素直にどいてください。できれば私も人間の体が細切れになって飛び散るのは見たくありませんから。リクちゃん、何を考えているんだよ。どうして僕らを攻撃するんだ。ハルトさんたちが私を連れ帰ろうとするからです。私はここでやるべきことがあるんです。やるべきことって、もしかして明野さんの要求を飲むつもりじゃないよね。それ以外に考えられますか。そんなのダメに決まってるじゃないか。心臓を返すって、それじゃリクちゃんはどうなるんだよ。人間は心臓がなければ生きていけません。それくらいいくらハルトさんでも知っていると思ってましたけど。一応それなりに悩んだんですよ。私だって命が惜しくないわけじゃありませんし。だったら。ですがそれ以外に見当たらないんですよ。どんなに遠くから見渡してもそれしかないんです。他人の居場所を奪っていたのは私ですから。返せと言われればそうするしかないでしょう。違うよ、リクちゃんは何も知らなかったんだ。こんなやり方間違ってる。世の中には知らなかったで済まされないこともあるんです。お互いの主張がぶつかって言葉だけでは決着がつかないのなら、それはもう別の手段に頼るしかありませんね。リクちゃん、難しく考えるのはやめましょう。ハルトさんが勝てば好きなようにできるんです。わかりやすいでしょう。もちろんシンプルとイージーは全く別の意味ですが、容赦はしませんよ。残念ながら私にもそれほど余裕がありませんから。次は擦り傷くらいじゃ済みませんよ。くそ、リキちゃんの分からずや。まさかハルトさんにそう言われるとは思いませんでした。
口で言っても聞かないなら。ハルト、どうするつもりなの？無理やり連れて帰るしかない。手荒な真似はしたくなかったけど、力づけで取り押さえる。そのためにはまずリクシャンの魔儀を手放させるか壊すかしておとなしくさせないと。分かった、私も協力するわ。朝日の魔法が当たったら魔儀もろともリクシャンまで消し飛んじゃう気がするんだけど。それはダメよ。それだと試練を乗り越えたことにはならないわ。朝日は後ろから援護できるタイミングを探して。間違っても僕とリクちゃんに当てちゃダメだからね。頑張るわ。やる気になってくれて何よりです。その方が私も気兼ねなくやれますから。取り囲め。甘いですね。相手を傷つけずに無力化するには圧倒的な実力差がなければできません。それがわからないのか、それとも本気でできると思っているのか。どちらにしても同じくらいのおバカさん。何がしたいんですか？ちょこまかしないでください。リクちゃんに運がなかったんだよ。運がないのはその行動を神様が後押ししてないからだよ。ハルトさんも朝日さんに感化されておかしくなってしまったんですね。事実だ。リクちゃんの攻撃は当たらない。否定するなら行動で示してみなよ。いつになく強気ですね。とても私がフォローしないとまともに顔すら上げられなかった人とは思えません。ですが、言われっぱなしも尺なので、行動で示しましょうか。近づいちゃえばこっちのものだ。乾燥の隙をつくなんて、いつの間に頭を使うようになったんですか。
僕だって必死なんだ。使えるものは何でも使うよ。なら普段は必死さが足りないということですね。結局何があっても人間の本質というのは変わらないんですね。それでは私との差は埋められませんよ。こんな時でも女の子に手が挙げられない優しいハルトさん。ですが私は違います。邪魔する相手には膝蹴りでも何でもできるんです。リキちゃん、まだ終わっていませんよ。終わりです。やれるものならやればいいわ。そういえばあなたも口で言って聞かない人でしたね。後で後悔したって知りませんから。悩んで悩んで選び抜いた答えだとしても間違っている時だってあるわ。だからその答えが間違っていた時、助けてあげるのが仲間の役目よ。頭がおかしいんじゃないんですか。そんなに試練とやらが大事なんですか。試練はとても大事よ。だけど私は同じ行動を選ぶわ。あなたも大事な仲間の一人だから。きっとアトリンはすごく悩んだはずだわ。悩んで後悔のない決断を下した。間違いないわ。
だけど本当に重要な場面で決断を下すのに必要なのは知識や判断力ではないの。必要なのは勇気。暗闇に一歩踏み出すための勇気が必要とされているの。アトリンの出した答えに勇気が含まれているか私は疑っているわ。勇気が足りなくて恐れをなして逃げているように見える。自分の命をこれ以上ない手物を差し出そうとしているんですから、逃げているだなんて言われる筋合いはありません。自分の命って思ったよりも存在に扱えるの。死の恐怖、その本質は自らの死ではないから。こんな時でもあなたは相変わらずなんですね。呆れを通り越して笑えてきます。生きている限り死を経験することは誰にもできない。だから他人の死、その恐怖でしか死を推し量れない。大事な人を失う恐怖、その恐れを漠然と自分の死にも当てはめているだけ。だから本当は怖くないの、自分が死ぬのなんて。笑うのなら笑えばいい。だけど私は絶対に許さないわ。間違った道に進もうとしているアトリンを見過ごすわけにはいかない。あなたに私の気持ちなんてわかりません。好き勝手言わないでください。わからないわ。だから教えて。私とハルトとアトリン三人で考えましょう。だって私たちは仲間なんだから。朝日、しゃがんで。これで僕らの勝ちだ。おとなしくしてほしい。僕にはリクちゃんに膝切りする勇気はないから。ハルトも勇気が足りないのね。明野さんとのことは正直どうすればいいか僕にもわからないけど、でもリクちゃんが死ぬのは絶対に間違ってるよ。さあ、ひとまずここを離れよう。さっきのガードマンがまた来るかも。私はあなたたちとは違う。リクちゃん、マギがなければ戦えないわけではありません。これがリクちゃんの魔法？正確に言えば明野さんの妹の魔法です。魔法適性の移植、つい最近まで自分のだと思っていましたが、これを使うと心臓に負担がかかるんです。だから極力使用は避けてきましたし、明野さんにもそう言われていました。事情を知った今ではそのわけに納得できます。勝手に魔法を使われて死なれたら困りますからね。はい、何ですか？ええ、今片付けるところです。すぐに戻りますよ。すみません、時間がないようです。
私もこれ以上あなたたちに付き合うつもりもありませんので。ダメよ、私たちと話をして。じゃないと取り返しがつかなくなるわ。朝日！すみません。でもあなたと話していると自分がおかしくなってしまいそうですから。リキちゃん、怒っているんですか。まあ当然ですね。大事な仲間を傷つけられたんですから。でもハルトさんも人事ではないんですよ。それがリクちゃんの選んだ道だとしても僕は認めない。でしょうね。言葉で説得できるような相手だったらこんなことにはなってませんから。